じゃあ2本目、はい、これも初登場なんですけど、はい、ちょっとアンチーマー、うわー、ちょっといいですか。いや、それもったいないんじゃん、俺の回。俺、おらんわ、いやいやいや、でも、うん、いや、アンチーマー、ちょっと、出したことないのよ。ワンちゃんね。そう。おー。でも、このやっぱ、俺が、なんかワンちゃん出してるみたいな、うん、なんかあんまり良くないよ。良くないとか。誰のこと言うてんの、お前。なんか。誰のこと言うてんねん、それは。なんか、うん。なんやろな。なんか俺が。いいよ。なんやろ。ちょっとやらしい。ね、なんか、かなと思っちゃってんな、その、じゃあ、ワンちゃんです、みたいな。でも、粗品とワンちゃんの、会はちょっと見てみたいな。あ、うん、あ、そういうことね。そうそうそう。余韻ちゃう？なんか、ちょっといいですよ。全然もちろん。アンチーうわ。で、アンチーも可愛いねんな。可愛いな。ちょっと、イニニチャンネル初登場。一人にすなよ。この部屋で。なんなん、これ。お前、これ、いつ売んねん、ほんで。この、未来の美術が。うわ。いや、これす、お前、いいの言った。いいの言ったって。すごい。うわぁ、すごいね。かわいい。これ、せいやさんが犬に喋りかけてる様子とか、ほんま、必見やで。いや、この子、かわいいね。俺も、そんな、なんか、ワンちゃんとか、飼ったことなかったんですけど、うん、あの、吠えへんねんな。一回も吠えてない、今日俺が来てから。知らん人しかもね、粗品にね、ぐわーってめっちゃ、来させてもらいました。ほら、ずっと見てるもん。嬉しいな、アンチーマー。そのアンチーマーなんか洋服みたいな着てるんですか？そう、アンチーマーは、どういうことあの、ちょっと見せてくれる？あの、ミドズボなんですよ。ええわ、おい。なんでいいのまでミドズボやな。緑のズボン？緑のズボン、ミドズボです。ダメじゃダメよ。こういう優しいんですか？かわいいねんな、この子。犬語。ちょっといいですか？ちょっと。大丈夫です。もうなんか、俺に合わすの不安がってない。チマがな、これめっちゃ。チマ。チマめっちゃ好きやねん、この椅子。なんで？なあ、チマ。なんでこの椅子好きなの？チマがね、好きなんですよね。かわいい。私は、これお前強いで、強コンテンツや。マジ？いいや。チマ。チマと、だから、こう、飲んだりとか、ほんまはしたいねんけど。チマと飲む。でも、ちょっと恥ずかしいし、その、なんか、ワンちゃん、ワンちゃん使ってるみたいな思われたくないからさ。ほんまに可愛いから、ちょっとね。ちょっとずつ、ちょっと、これ、チマ。ん？なんちゃう。癒されるね、ワンちゃんは。可愛い。ほんまに好きになってるやん。いや、かわ、この子可愛いね。俺でも動物嫌いやで。あら、じゃあちょっと、だから多分、じゃあ残してとか言って、ヤーッみたいになったら、愛媛チャンネル炎上するから、ちょっとここまでにしとくわ、ちも。なぁ、ちま。なんか、手出たりするかもしれんもんな。そんなやばかった、今。手出たりする。いやいや、普通の俺。なあ、ちま。いいや、もう。やばいとかないんだ、ちま。もうパパやな。ずっと。この、だから、イニミチャンネルだけは。パパやで、お前。その、娘ちゃんとのやりとりがさ、終わりにね。盗み聞きしてたやつとか。パパや。ね、もう犬の可愛がり。めっちゃしょんべんする、ほんまに。あ、ほんま。うん、似てるわ、俺と。何やそれ。俺もしょんべんするからね。いやいや、その人間のしょんべんの、あんま比べんやろ、犬のしょんべんと。頻尿とか？いや、その、何トイレにじゃなくて、前で、だから、かまって落ちてるとか、真っ黄色のしょんべんとか、やっぱそんなん、へめちゃくちゃ新鮮はめっちゃ笑ってもおもろい。ほんで、うんこしたーみたいな。あ、叱るべきところじゃないところで。そうそうそう。で、かまって落ちるときにめっちゃしょんべんして、わざと、おいーとか困らしてくんねん。最低やん。あっはっは。死んだよ、正直。なあ、千葉。そんな、なんか、蹴飛ばして教育とかせえへん。おい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 、ちまにそんな聞かさんといてくれ。あ、かわいい。ちま。ヘビーふざいでる。かわいい。いや、お前の言い方こんなんやで。でもさ、犬とか目にしたら。なあ、ちま。もう、めっちゃ家族や。そやな。家
家族、ね、もちろんせいやさんのことも認識してる。いや、さっき分からんけど、まあ結構懐いてくれてんな。暑いよ、暑くない？めっちゃ優しいやん、犬に。何なの？ちょっと暑いか。なんかあの、お座りとかもあんの？ある。まあちょっと画角がね。まあでも、なんかそんな、ワンちゃんかわいいみたいなのちょっとせんとこは。はずいから。いや、今日しとけよ。いや、粗品とでもアンチーマが合うとはな。あ、まあな。アンチーマ。まあ男の子なんでね。かわいいな。でも、かわいいとは思うで、俺も。この子が。犬飼ってたんだけど、ずっと知らなかった。いや、確かにな。そういえば。うん。いつからこの子と一緒におんの？食べちゃダメよ。いつからこの子と一緒に。あ、でも結構、その奥さんの家であって、あ、そうそうそう。ね、めっちゃ懐いてくれたから、そう、東京で一緒に住もうかも。うんこすんちゃうやろな。え、そうな。いいやん、いいやん。そんな感じする、今。で、多分ちゃうと。いや、そんなな、どこでもかんでもせん。どこでもかんでもせん。そう。どうしたの？そう。どうした？これがイニミニチャンネル。どうすか？いや、どうすか？いや、退屈。今、チマと同じぐらい見てたから、うん。ちょっとワンちゃんと相方とこうやって撮るとはな。もういい。チマリエと。いや、かわいい。確かにかわいい。チマリエとね。食べちゃダメよ。ずっと気になってるわ、つまみが。いや、ありがとう。ちょ、また来てくれよ、マジで。あの、いつでもフリー解放なんで、イニミニは。フリー解放な。フリー解放。で全然伸びへんな、あの、眠れる動画とか。やってんな。やってる。なんだあれ。天井で、次の日早朝ロケで寝れません。全然。見てる。やっぱ、ゲーム配信とかの方がやっぱ伸びんのかね。ああ、いいやん。しかも顔出してるでしょ。そうそうそう、最近。すごい。すごいすごい。ゲーム配信。あれやってる。そう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 。カメラついてるやん。そうそうそう。これでやってます。いや、ひろゆきのマイクやねん。ひろゆきの生配信のマイクやろ？同じ方やん。これあるけど、これ。ひろゆきさんのやつで。まあ、じゃあ音質ええやん。いや、でも、なんか音割れてるらしい。むずいな。なしな。いや、いいやん、いいやん。じゃあちょっと、ありがとうございます。ゆっくり。終わり。いや、これはさ。え、これ、あ、これはね、ゆっくりちょっと、また。お前。ちょっと、ちまと飲みましょう。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。